ゃあ続いていこう。ピロシエージェント。ええ、私ですね、さらに一般的なものを用意しました。そう、絶対誰でも持ってて、家にあるけど、まあ、なかなか使わないっていう、うん、はい、ポケットティッシュです。めっちゃ使うよ。いやいやいや、これは声を大にして言いたいよ。めちゃめちゃ使うやん。いや、家の中にいたらさ、うんうん、ポケットティッシュじゃなくてさ、うん、箱ティッシュ使うんですよ、普通は。いや、家の中にいたらってか、外に持ち出してあげないもん。まあ、確かに。なかなか持ち出す機会がないわけよね。え、なんでよ。いや、持ち出してんだけどさ、うん、そのなんかあんまり使わなくなって、だって食事行ったとしてもさ、うん、なんか紙置いてあるし、鼻噛むでしょ。まあ、その鼻噛むのも、まあね、まあ、鼻噛む、鼻噛むでしょ。ねえよ、俺に。特定の人には需要あるかもしれないけど、そんなにこう、例えば鼻炎持ちとかね、じゃない人は。花粉とかもないですか？花粉もあるんだけど、うん、使わない。どういうこと？じゃあどんなにポケットティッシュが欲しい時でもあげないから。なんでよ。絶対あげない。絶対あげない。違う、でも例えばね、俺が今こぼしたりとか、こう、うん、なんか事務所とか行ったりとか、それさ、ポケットティッシュじゃなくて箱ティッシュ置いてあるじゃん。まあ、うん、それ使うわけ。じゃあさ、お風呂出てさ、びしょびしょの状態でさ、出てさ、やべ、タオル今日何もね、ポケットティッシュ洗面台の上に置いてありました、どうぞ。え、そんなことないの？だって、だいたいさ、そこ箱ティッシュかさ、やっぱ風呂入るから先にタオルあるかどうか、リアリティの話や。そうだ、これしかなかった。真正面で言っちゃダメだ。これしか置けない。これしか無理ない。これしかない。もう男の、もう自然乾燥だよ。ああ、そうなんだ。絶対負けないし、使わない。使わない。めったに使わない。もう鼻血出た時に外にいてね、うん、もうそう、緊急時を要する時以外は僕使わない、うん、じゃあ鼻血以外はもうポケットティッシュ、どんなことだと使わない、うん、じゃあもうお腹壊して、表でお腹壊して、あっ、絡んだ。そう男の自然乾燥ね。それでも病気だよ、ね、本当。男は自然乾燥でしょ。ティッシュ使ってるとこ見たら速攻でもう申し上げポケットティッシュ。いや、でも本当にね、あんま使わないと思うんだよね。まあ、確かに、まあね、そこは使わないのかね、少ないけど、リアルに、うん、だから、これかなと思って、うん、なんかいつまでもこう一個使わなすぎてさ、中もぐちゃぐちゃなんだよ。いや、まあ分かりますけど、そうなりますね、うん、でした。はい、はい、よろしいですか、プレゼンはそこまでで。はい、はい、確かに。エージェント広島、ポケットティッシュ、はい、3つ、うん、まあ一応いっぱいあったんですけどね、うん、とりあえずガサッと取ってきた。はい、で、今後は自然乾燥。自然乾燥。いやいや、ある時は使うから。ある時は使うから、これじゃないもん。そう、ヒロシがトイレ入る前に全部取っとくからね。ガチャンって大変なことだよ。ケツカピカピして、ウォシュレットも止めとく。止めといて。どこポケット自社使わない。使わない。あんま使わない。使わない。はい、じゃあ最後行こうか。はい、終わりました。おかげくん。はい、まあ、おかげの里ではね、まあ、こういうのも結構あるんですけど、うん、出しますね。原始的なものかな。これ、まあ、はい、確かに使わないんだけど。あれ、もしかしてさ、この洗面の、うん、あ、なんつうの、キッチンさ、うん、排水口のとこに置くやつ。正解。で、サイズを間違えたんです。買っちゃったやつね、間違えた。これない、それ系のさ、家の。あ、なるほどね。例えばなんか、はいはいはい、こうやって見て、あ、もう新しくしなきゃなっつって、買ってきてねとか言われて、はいはいはい、あ、また来るっつって、100円したら測んないもんね。測んないじゃん。で、一番なんかこれだったかなっていうのを買って、はいはい、家に置いて、はまらない。あるよ、その判断で。はまらないけど、はい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 、捨てるのももったいない、もったいないし、なんかホースにつけるさ、このシャワーこう、うん、なんかシューって出るヘッドとかさ、買っても、うん、あれ、はまんねえなみたいなってあるもんね。いや、あれなんだろう、あるもんね。あるかな。その時にこんな欲しいなみたいな便利なさ、あるじゃん。あれ欲しいなみたいな、まあ、そういうのはあってほしいよ。そういうのはあってほしい。そうあってほしい。チャラにはなんでよ。チャラにはなんでよ。あれはチャラにはなんでよ。だけど、まあなんかその、結構そういうさ、なんかサイズ間違いしたやつとかのやつはちょっとこうなりがちかなと思って、
そうなんで僕はこれが急須にもでかすぎて入んない。そうなんだよね。急須の中も閉まんねえ。閉まんねえ。閉まんねえ。口ないもん。これでもあれ、卵をこうやってやってさ、黄身だけ残してこう。おお、なるほどね。いけるんすか、使えますかね。ここの網目から落ちてくかな、あれ。もちろん。どうなんだろうね。どっちも残りそうじゃない。中途半端になってそうな。むずいだろ、これは。ちゃんと言ってくれねえけど。まずちょっと使い道探してみようかな、じゃあ。そうね。帽子にしては火通しすぎだしね。もう通ってくるからね。そうなんだよ。そうね。ソニーが持ってるからね。そう。顔でかいからね。ペロはでやりやすいことだ。ね。そのボケの時ぐらいしか使えない。ボケの時ぐらい。あ、帽子だったんだ。じゃあこれが正解なの。武器として、ね、武器としてこっちの正解だった。一応僕はこれを持ってきました。なるほどね。割と最近のこの話です。よりゴミに近づいていく。そうね。もう一回説明するよ、うん。今回の調査はね、はい、家の中に必ずあるのに、はい、絶対使わなそうなもの、はい、ね、まあ今一度見てもらう、はい、並びました。初めて見たね。俺も初めて見た。初めて見た。初めて見た、これは。ただ一個だけ出して、これね、先輩に言われたからね、これね、もし見られた時、ちょっと。やばいじゃん、それ。使ってねえ感じなんですね。なるほどね。決死の覚悟で。決死の覚悟で。コレクトリメージを。髪を削ってるな。なるほど。でもサイズ違いみんなやるよ、一回。サイズ違いはあるんだ。一回はやる。ただそれがどうかっていうところあるよ。それのサイズ違い。サイズ違いはよくあるよ、確かに。そうだよね。ただそれって。まあ洗面所とか台所とかもあるじゃん。そうね、台所前で。台所とかもやりがちっていうやつで。そう、まあこれもあるもんね。そうですね。わかった。じゃあこれを踏まえてね、今回も。決まるこれ。調査を決めなくてね。そうだね、難しいね。ちょっとね、うん、何なんだろう、改めて考えちゃう、うん、みんな絶対絵がひどいね、この並んだ時の絵が。何だろうね、まあこれかな。うん、決まりました。決まりました、うん、発表しますよ。はい、今回家の中に必ずあるのに、うん、絶対に使わなそうなものの一番良かった、はい、ものは、あ、いつも叩いてたんだ、あれ。やってた。出す、出す、出す。展開増えた。決め入って。決め入って。B パターン。エージェント、ヒロシ。おー、一生使わないっていう。でもね、ただ一個私勘違いしたことがあって、その家で使わないものと思って、うん、家の中にいてね、うん、だからその家の中でこれ使うことないだろうと思って、外のことは考えてなかった。あれ、なんか言い訳しだしてちょっとお気にまとめ出していたね、話を。でも要は家の中でじゃあトイレとペーパーが切れた時も使わないってことでしょ。いや、切れないようにするもん。もう何このやり方、さっきも同じことやった。さっきも同じことやった。リアリティじゃない。まあ、もしだから真正面から言っちゃダメだと思いましたね。切れとったら、あ、ちょっと怒ってる、怒ってる。関西弁でた。もし切れとったら自然乾燥、自然乾燥、青いでね、ちょっと青いで、これ、これっていうことだ。ダメ、いいよ、重要出てきた。重要出てきた。これで温めて乾燥させる。ある。必ずあるの、俺で拭くって自分で拭く、自分で拭く、もう出てこないよ、それで貼ってよ。ダメだよ、ね、もう蓋した方がいいよ。はいはいはい、はい、はい、まあ、というわけで、まあ、やっぱ必ず、まあ、うん、あるだろうし、まあそうだね、うん、まあ、やっぱりね、ちょっと私もそうだけど、うん、ポケットティッシュってやっぱ溜まってくよね。あ、まあ、もらって、まあ、使えど、使えど、うん、うん、であのサイズ違いも、うん、それじゃなきゃある。そうね、そうね、そうね、ピンポイントすぎたの、サイズ違いのそのものが。そうだね、最近のサイズ違いだったの。うん、ちょっと惜しかった。
そっか、うん、いやもう多分ね捨てちゃうかな。なるほど、そうね、でも音符は出てほしいよ、音符は。そうだね、であと焼き鳥名人はない、焼き鳥名人はない、だから持ってないよね、うん、まあ、ステッカーは俺持ってるからね、そうね、そうだね、扱ってほしいですね。そうね、これの使い方募集しようよ。こんな使い方ありましたみたいな。逆に聞きたいよね。欲しいね、うん、あったら。あったら、欲しい、ね、それもちょっと含めお答え中しましょう、ね。じゃあまあそんなこんなで、ご少々のバッジを、おエージェント教師に、あお授与します。うわ、2個持ち増えてきたな、うん、ありがとうございます。おめでとう、やったぜ。いいね、なんかかっこいいな、これ並んでると、うん、このバッジ、あっちいいね、うん。おかげさん、何気に耳についてた。何気についてた。ここについてる。何気に。入る入る入る。ここについてますよ。初めてピアス開けた人みたいな。ちょっと大きめのいっちゃうんだよね、目立ちたくて。つけたって分かってほしい。ちょっと大きめの。急に恥ずかしくなってきた。急に恥ずかしくなってきた。ね、みんな頑張って食べてってください。はい。目標午後だからね。うん、はい。じゃあ、というわけで、これを見てくれてるみんな。情報機関 BBM に調査してほしいことがあったら、どんどんこちらの方まで募集してください。これの使い方もなんか教えてください。採用された方はこれじゃないステッカーをプレゼントします。これもあげたらいいと1枚あーね、ちょっとまあ、いろいろ、あ、でもいろいろあるからね、わかんない、うん、そうだね、うん、はい、じゃあどんどん応募してください。はい、はい、じゃあというわけで、うん、次の調査も楽しみに、バイバイ。バイバイ、毎回違うんだよな、BBN の BB か、じゃあ N か、バイ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 、すまんね、すまんね、最後最後の大声